テーマが早番。政治刷新本部で菅さんが派閥解消を唱えた。予想通りの行動ですけれども、政治のプロの皆さんって私と同じように、あ、菅さんの派閥活動だなと、つまり派閥解消を唱えること自体が派閥活動だなというふうに捉えるんじゃないですかね。というのは、あの菅さんが解消しようと言ってる派閥と、あの真の派閥は違うわけですか。あの菅さんという政治家は表向きの派閥ではなくて、真の派閥を重視してきた政治家かな、そして総理大臣になったかなという印象があります。じゃあここで真の派閥って何なんだっていうと、表向きの派閥は〇〇派って、今だったら安倍派とか茂木派とか麻生派とか岸田派、二階派と看板を掲げている自民党の派閥のことで、それに対して真の派閥っていうのは、いざという時に一致して行動できる派閥、まあ、石破派っていうのが最近までありましたけどね。もう派閥って親分を総理大臣にするため、自民党総裁選に出た時に一致して行動するための集まりだったはずなのに、もう石破派の大半の議員が親分を総裁選に出さない行動に出てたみたいな、派閥の手をなしてないわけですよね。うん、ということで石破派は看板は派閥を抱えていたかもしれないけれども真の派閥ではなかったっていうことですよね。で、改めて真の派閥とは何かっていうと、いざという時、特に自民党総裁選の時に一致して行動して、くれる議員の集団という例で言うと、その真の派閥によって表の派閥が分裂するっていうこともあるわけなんですよ。2例あります。1例目はあの98年の総裁選ですね。この時すごかったですね。4大派閥が全部分裂してるんですよ。で、その3年後かな、小泉内閣が成立して、でこの一連の流れっていうのは結局どういう対立軸だったかっていうと、梶山清六さんから小泉純一郎さんに至る親米派の流れと、旧竹下派の流れの親中派の流れが戦って、親中派支配に対して親米勢力が勝ったっていう戦いなんですよね。うん、で小泉さんなんかは親米派だけれども、竹下さんに言われて梶山さんの票を削るために出馬させられたみたいなことは、もう文献情報で書いてある話ですね。で、真の派閥でいうと、菅さんが名前を挙げたのは麻生さんが福田康夫さんに対して善戦した時の総裁選です。安倍晋三さんが1回目の退陣した直後に麻生さんがあのクーデターを起こしたみたいなデマが流れて、であっという間に全派閥、麻生派以外の全派閥が、しかも麻生派って当時16人ぐらいしかいないんですよね。で、もう圧倒的不利な状況で全派閥が福田さんを支持して、福田さんの勝ちが決まっている時に、選挙参謀の菅さんが各派閥のナンバー2クラスを引き剥がして、麻生さんの票をに回させて、であの大前線させたんで、その福田さんが辞めた直後に麻生さんが総理大臣になれる流れを作ったと。これまさにあの表向きの派閥ではなくて、いざという時に一致して行動する真の派閥を重視してた菅さんという政治家の、あの意味ですよね。でその後菅さんという人は、まあ、自民党が野党になったということもありますけれども、安倍内閣で8年間一貫して官房長官として実力を持っていて、ただ私はあの安倍あっての菅であっても逆ではないなっていうふうに言い続けた。菅さんはすごい実力者なんだけれども、結局安倍内閣の官房長官だから権力を振るったんであって、で実際に自分が総理大臣になった時は表向きの派閥を作らずにグループだけしか持っていなくて、総理大臣になるとき、総裁選に勝つときは真の派閥が味方になったけれども、総理大臣辞めるときは真の派閥が一緒にして離れたっていうことがあるわけなんですよね。じゃあこの流れを一体どういうふうにして読めばいいのか、自民党の表向きじゃない真の派閥とは何なのか、菅さんを通じてメルマガで解説したいと思いますけれども、呉山塾は、月謝1000円という、日本で一番安い塾であって、で塾生になると毎日6時にメルマガが届いて、深い話を、分かりやすく初心者のところ段階から教えていくっていうことをやっておりますので、もしご興味がある方は呉山塾でお会いしましょう。
日本には近代政党が必要だ。近代政党というからにはちゃんとしたシンクタンクがなければならない。全くこれまでと違った局面に今直面しているのではないのか。その税金がどういうふうに使われてんだということに関して、本当に意味のある使い方してるんですかって。チャイナが欲しがるような資源を持っている中で、まだまだ全然使い切れてない分野が多いよ。目的は一つで、日本が地球上で文明国として生き残るため。